里崎チャンネル。じゃ、こんにちは。さあ、最終回、はい、来ました。本日、ね、最後の動画、うん、撮影になりますけども、はい、最後はヤクルト、はい、お待ちかねの。そうですね、ヤクルトが一番高いんじゃないのかなと思って最後に残しておいたんですけど、はい、いくつかは知らないんですよ、はい、調べただけで。なんかいい選手いそうですよね、うん、そう、ペタジーニとかね、ラミレス、バレンティーンみたいな、とかね、イムチャンヨーンとか、はい、もうね、もう言えるだけでもめっちゃ来るからね、はい、バネットとかね。だから一人で大きい点数稼いでくれそうな人がいそうですよね。いそう、うん、さあということで、はい、今日ヤクルト言いたいと思います、うん、99年ペタジーニ、はい、S5G7、 うん、もう最初から来ました。いきなりペタジーニ爆弾、すごいすごい、はい、そりゃ打つわ、そりゃすごいです。で、うん、松本選手、これ帰化されるんでね。あ、そういうことか、はい、途中最初はね、はい、外国人選手を来て、うん、で帰化して今コーチでね、います。松本雄一さん、はい、で次をこちらもね一緒です。次を、うん、はい、その多分日系人なんですね、ブラジルに渡ってっていうところでね、はい、なるほど。でスミス C、はい、でピッチャーは A か無印、うん、ハッカミ B、 バチュラー無印で2000年、はい、ロブロ無印で、リーゴ無印、こちらもこの次を雄一と同じ感じの、うん、へ、2軍でよく戦いました、ここら辺は。そうなんで、日系系の、はい、あ、そうですさ、レモン、レモン D、 へえ、かわいい名前、全くわからんでも D ってことは出てはいますね、うん、2001年、はい、すごいのいきます、うん、アレックス・ラミレス、おS5G4 です。はい、すごーい、ラミレス。ペタジーニとラミちゃんが同じ時代があったんだもんね。ペタジーニ2002年までいるから。あ、えげつなくない？すごい、ね、2人がだからスタメンで出てるってことですよね、うん、でピッチャーニューマン C、 ハースト無印、うん、ホッジス、ホッジス S、うん、こんなにいて、はい、あ、だから優勝してるもんね。だこの頃に優勝してるんですよね。そうそう、若松さんの時ね、うんうん、はい、で2002年はどちらも取ってない、まあ、ちょっと取る必要ないよね、うん、ペタジーニラミちゃんいて、はい、ピッチャーホッジスいて、うん、いらないよね。はい、で2003年ベッツ、これペタジーニいなくなるんでね、はい、で P、うん、それなりにもっと活躍してるから、うん、そうですね。でピッチャーベワリー無印、マウンス無印、2004年ゴンザレス無印、うん、で打者はマーチン無印、はい、2005年からレグス、レグス A、 で2006年 ラロッカ、うん、C、 このねラミちゃん、レグス、ラロッカ並んでて、はい、岩村いて、うん、宮本慎也さんいて、青木いて、はい、やばかったよ。いやー、すごい、もう聞いたら出る強いですね、打線。えげつなかった。交流戦優勝争いして、はい、めちゃくちゃすごかった、この時の打線は、はい、でピッチャーがラミレス・ジュニア無印、うん、ガトー・ムソン B、 で2007年ガイエル A、 だここでねラミちゃんがあの2007年最後、あ、そうですね、うん、でグライシンガ S、うん、シコースキー無印、うん、2008年バルデス打者無印、はい、でイムチャンヨン A、うん、ピッチャーリオス無印のダグラス無印、うん、2009年デントナ B、うん、でピッチャーがリ C、うん、でバレット無印で10年ホワイトセル D、 バーネット S2、うん、でデラクルス無印のバレンティ、ピッチャー S6G2 です。すごい S の数がこんだけ多いってなかなかですね。しかも全部、うん、ヤクルトは自前よ、はい、そうですね、誰一人横滑りいないんだよ。そうか、ペタジーニもラミレスも、うん、ラロッカだけだね横滑りは、うん、うーん、あと全部自前よ。ペタジーニ、ラミレス、バレンティン自前よ。ピッチャーもそうですか、グライシン、そう、グライシンがイムチャンヨン、バーネット、バーネットも自前よ。あ、すごい。だってロマン、オンドレスク、バーネットの後ろ3枚、うん、えげつなかったもん、リーグ優勝の時ね、真中さん監督の時の、あの後ろえげつなかったよ。あれってホームラン60発ですし、はい、しかも全部自前、はい、やばい。ちょっとヤクルト誘導なの、誘導だね。そうですね、スカウトすごいですね。スカウトやばい、うん、見る目が、うん、ドラフトと大違いだねどうしたらいいの。ドラフトそうでしたっけ。ドラフトちょっとあんまりだったんだよ。なったでしたっけ、うん、はい、そうかそうか。ドラフトでも発揮すればね、うん、何が違うんだろうね。そうですね、うん、外国人と日本人は見るとこ違うんですかね、うん、そこをもうちょっとね頑張ったらすごいよ、うん、編成とスカウト、うん、そうですね、外国人最強だねこれ、うん、やばい、かなり。しかも人数そんないなそうなんですよね、うんうん、で12年、はい、ミレッジ、うん、A、 ピッチャーロマン、はい、B、 ラルーム印で、カーペンター、うん、D で、ナーブリン無印で15年デニング、うん、無印
オンドルスク A、 このロマン・オンドルスク・バーネット、はい、この3年最強、で16年ジェフ無印、うん、ルーキー A、 ペレス無印、デイビーズ無印、だからここら辺のねやつはもうねバレンティン取ってるから誰か一人安く活躍できないかな、でデニング、ジェフが、はい、でもポンポンそう独立リーグにいたからね、はい、で、17年グリーン無印のリベロ無印、うん、でピッチャーはブキャナン C、 ギルメット無印のオーレンドルフ無印、で18年からハフ B、 カラシティ D、 アルメンゴ無印のウルキデス無印、マクガフ CC、 スワレス無印、でもスワレスはね点つくよ、もう1年間でやったらもう頑張れる、はい、で野手は18、19取ってないんだよね、うんうん、それいらないよね、はい、で20年バレンティンがね、うん、グッバイホークス、いやそうですね、でまた活躍できる、はい、だ逆にヤクルトとしてはねいい形でリリースしたかなっていう、うん、はい、でエスコバ C、はい、でも対談です、はい、でピッチャー井上クック、うん、無印、まあ、でもちょっとバレンティンのこれからがちょっとあれね、そうだ、だからこのね20年でペタジーニ、ラミちゃん、バレンティンで野手はカバーしてるね、はい、もうそれだけで3人で、はい、だってみんな長年いるし、それもいいね、何人で20年を回したかっていうのも、うん、はい、よくない、その評価の対象としてね、はい、うん、3人ですごくない、すごいです、でビレッジ行って、でしかもあのその大きいビッグ3以外の人もみんなランクついてるんですよ、でもそうすごくない、すごい、で外国人ヤクルトいいですね、うん、しかも高いもんね、はい、簡単に A とかついてるもんね、うん、ほぼ主力でもう球界代表クラスよ、はい、だからいなくなっちゃうんじゃない、まあそうか、うん、だってみんな一応、まあ、長年いますけどね、そこそこそう結構いるよ、うん、いますよ、だから他のチーム行くときにもう晩年になっちゃうから、うん、やっぱちょっと表現悪いけど出がらし感になっちゃうっていうところがね、はい、うん、あるけど、だからいい方いい時にリリースしてるかもわかんないね、はい、確かに、でもラミちゃんはねそっからもめっちゃ活躍するからね、はい、巨人行ってもラミちゃんはだって S5G2 だから、え合わせたら何 S10G6S14 すごい、やばくない、最強かな、ラミちゃんってすごいですね、ラミちゃん最強じゃない、うん、あとカブレラか S3G6 からの、あでもそんな S10 いかないもんね、10はいかないですね、うん、最強かも、まあ、長く日本にいたっていうこともありますけど、うん、そう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 、やばいね、うん、あラミちゃん最強説出てきましたね、うん、ラミちゃんかもね、はい、最強の、はい、わあすごいすごい、それ監督になるで、まあ、それラミちゃんってやりますよね、うん、そう3球団いくよね、はい、うん、でもヤクルトすごいね、うん、じゃあヤクルトの総得点集計します、はい、はい、わお、はい、さあ集計終わりました、はい、うん、ヤクルトスワローズ、はい、総得点発表です、はい、じゃらじゃん200、うん、44点すごい、ダントツよ、ダントツ、もうダンのトツ、もうすごい、ダンのトツよ、はい、244点よ、はい、それも207点でしょ、はい、これどんなに集計間違ってても、はい、多分1位から変わらないんだ、はい、他のちょっと1点差とかはね、はい、若干変わる可能性あるけど、ちょっと間違えてましたってなるかもしれないけど、しかも、うん、62人しかいない、めっちゃ少なくない、めちゃくちゃ少ないです、効率めっちゃいいね、はい、平均年収年数 2.33、はい、来たら長い、来たら長いし活躍するし、うん、すごいですね、見つけてくるし、うん、自分らで、はい、ほぼ横滑りないし、はい、おもうダントツじゃないですか、もうキングオブ外国人スカウト編成能力が高いね、はい、もうキングオブもキングオブね、はい、ダントツですね、うんうん、もうミスしても、はい、ミスしてどっかが足したり、はい、ヤクルト減らしても、うん、もう覆らない、変わんないですね、うん、だってほぼ40点よ、うん、40点でいけないよ、ほぼランクついてますからね、うん、しかも高いね、高い、低いのがあんまいないもんね、うん、ほぼ高いもんね、だもうピッチャーがちょっと無印の方ちょっといらっしゃるかなぐらいですね、もう、うん、そうだね、はい、でもこっからまたスカウト今年以降、うん、どうなってくるのか、うん、もうちょっと頑張んないとね、うん、まあでも高いからね、はい、ちょっと最近低迷してんだよね、いやそうそうなんですよ、2000ルーキー、まあ、最近ちょっとね16年以降が、うん、17年以降がねちょっと低迷してるから、野手で言ったらバレンティンいなくなってからがもうそんなドーンっていうのは、うん、勝負だね、ここからまたいけるかどうかね、はい、でもスアレスはね点つくと思う、うんうん、でも総得点の1位はヤクルト、はい、あとはこんな順番になっておりますけども、はい、シャッフルタイムが、はい、だからちょっと今日この動画が最後なんで、うん、撮るのはですねまたもう数日後になるんで、はい、得点の内容、評価の内容、はい、シャッフルタイム、うん、後日
お届けします、はい、ということで一番得点数が高いのは東京ヤクルトスワローズでした。ありがとうございます。